中区のサンシャイン栄には今日オミクロン株対応ワクチンの大規模接種会場が設置されました。今月5日愛西市の大規模接種会場で現場の医師がアナフィラキシーの対応を行わないまま女性が死亡した問題を受け、接種開始前の朝礼では緊急時はその場で迷わず救急処置をするよう呼びかけられました。その後医師や看護師がアナフィラキシー対応の筋肉注射の場所や使用の手順を確認しました。昨日の会見を受けましてですね、名古屋市として安全にですね、接種していただけるそういった体制をですね、再度確認をして市民の皆様に安心していただけるように運営していきたいと思っております。この大規模接種会場では1日最大840人が接種可能で、来年3月まで開設されます。